ということで、今回も Amazon ギフトが届きましたので、開けていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。あら。すごい、これ何？ソーラーライト？なんか差し込むやつ。巻き尺みたいな感じで、これバーって伸ばせるっぽい。あ、本当だ。また欲しいものリストから物資を送ります。少しでも活動の助けになればと思います。凹凸山で使う資材が自然の竹から自然の木へシフトできるのを楽しみにしています。マンデー。頑張って木を切り倒さないとですね。頑張って。なんだろう。え、何これ。ウィンチ。え、すごい。これを使って木を。なるほど。竹からそういうことか。ありがとうございます。すごいね。すごいな。マンデーさん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。お祭り来てください。待ってます。まあ、閉まっちゃった。これ何のやつなの。引き詰める。これ使ってる。マグロの子にしたい。上塞ぎたいよね。上はだからベニヤでもなるよ。まあ、丸くしたり。ああ、いいね。
字怪しいな。巻くと足りないね。縦の方が縮める。いや、そしたら最初の予定通り木材入れるわ。どこに？この上に。このラインで切っちゃえばいいから大丈夫。ここがですね。一瞬だよ。よく入れかったわけ。これでもさ、こう木で止める。この枠、このさ枠のあれにしちゃえばいい。横ずれしても抜けない幅に作ればいい。どうつけんの？差し込むだけで。ここここ測りましょう。厚さどれぐらいだっけ？どれぐらい？半分ぐらい入ればいいかな。この棒が半分入るぐらい。だから2センチ。うん。うん、いいかもしれない。車でやっちゃう。ちょっと切ってから。残しましたけど。出るのかな。なんかな。横ゼロパーなんだけどな。選択肢ないよ。溝まで行っちゃうじゃん。ガチャの。いや、いいよ。入れちゃうの。
いい話で。あ、いや、いいよ、これもうあと最後こっちから止めよう。山口に止める。あ、こっち、あ、いいよ。これもこの位置でいいかな、裏からやる。いや、違う違う、裏はこのベニヤの余りでさ、裏を塞げるんじゃないっていう。あ、確かに、うん、裏は外方だって、この上に合わせてでいい、うん、こっち裏のがいいよ、多少合わなくて。外の方が秘密が重要だからさ、うん、これシャッター閉まるのか、多分大丈夫、うん、これ止めちゃう、もういいよ、うん、ほら、あ、いいね、よし、ちょっとノディ、ノディおいで、ノディ、ノディおいで、ノディ、ノディ、ちょっと待って、あーちゃんも一緒に出てもらう。うん、いや、ダメダメ。ノディ、ノディ、あれ、ノディ、ノディ、おいで。おこのパワーだよね。呼んで。ノディ、ノディ、ノディ、ああ、いい子だ。あ、閉まるじゃん。出る方も覚えてくれないんだよな。And I will taste every note. Feel so good when you're in my head. 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。